さんです。たくさんの動画の中から選んでくれてありがとう。最後にグッドボタン、チャンネル登録お願いします。はい、おはようございます。今日の西の子たちです。しゅうちゃん、しゅうちゃん、どうや。ちょっと穏やかになったかな。近づけてもシャー言えんもんね。な、はい、な、はい、それでは。お、珍しくすじちゃんが動いてますね。はい、すじちゃん、こんな感じ。すじちゃん可愛い顔してんな。おいで、すじちゃん。ね、すじちゃんにね、ここからでもいいから、すじちゃんにサブコロちゃんにね、サブコロちゃんの声する、うん、あれ、シャー言ってる、ね、すじちゃんめんめん、マロムがかわいいね。ね、めっちゃかわいい顔してますよ。でここね、ママ出てますんで、7ね、しゅうちゃんで7で、ちょびちゃんで8ね、8これで、ママとママ9、あれ9、これももちゃんじゃん。首はないんか、お前。9、なんちゃんか、9、10ね、10それで、あ、トトちゃん11ね、11で、12、で、シャークさん13、で、キタロウで14、で、あそこに、ミラクマーで、え、15やったの？15、これで、16、これで、ここにおるんですよね、多分。スーパーを確かにここにいてないかな。あ、おった。16、17、あ、なんか落ちてんね。おい、スーパーさん、ここに入ってんね。ここで17、18なのかな。もう、ランちゃんがあれがどっかにいてんね。あ、またなんか、あ、ちょっと汚いになってんね。どこ行ったの。黒猫ちゃんがもう一匹いてらんの、いてらんないけど、どこ行ったんや。あれどこ行ってるの。よいしょ、これはももちゃんか。これは、え、ももちゃんちゃうの。これはランちゃんな。首輪がなくなってんの。ランちゃんがどこ行ってんの。ランちゃん、これはももちゃんやね。ももちゃん首輪ないかな。ちゃうね、これは、これはランちゃんやね。大きさがやからももちゃんやけど、ランちゃんもうちょっと大きかったな。首輪がなくなってんね、ももちゃんやったら。どこ行ってんの、ランちゃん。また行方不明。後ろちょっと空いてたからね。どこ行ったか。あれ、おかしな話。もう一匹どこ行ったんや。ねえ、どこ行ったんじゃ。なんかこれだけで 朝からね、この課題から。あ、これね、あ、ももちゃんが置いてますね。おいで。1,2,3,4,5 ね、5。これでもう5,6,7,8ね、8。これで9ね、これで10ね、10、10だったら10。
それで11、12、12、13、14、15、16、17、18出ます。で OK、 18になるはずだけどね、あれちょびちゃんが増えたから、こんな感じでスタート。まあ、今日は休みいうことで、またね、いろいろ、まあ、ヘルプさんとも話してたけど、これをね、やっぱりこれをね、こっちに持っていこうかいう話しとってんけどね、やっぱり見栄えもね、あれかな、これでね、タケノコでね、やっぱり、ちょっと生だけ話して、カビたりするから、一旦ここのね、掃除も兼ねて、これちょっと弱なっとるから、多分詰まってるもんですから、それとここに落ちてる部分を今日は、ね、直したり、そういうことを含めていろいろやろうかなと思ってます。ね、今日は休みということでね、それでキャー君のね、葬儀はね、今日8時半から夜することになってます。昨日予約取れなくてね。おいで、ママは昨日病院連れてきてました。それで、ユーのね、ルパンちゃん、エイズもね、白血病もまた、陰性いうことでもう出してるんでね、見てもらったら分かるように。それとママはちょっと軽い膀胱炎になったということで、やっぱりね、ポンさん最近ね、おしっこ出てるから思ってね、ちょっと幼かったんですよね、ママの。だからそれが溜まってる分がやっぱり、雑菌がね、それが出てるような感じで、まあ、2週間の抗生物質をいただいて、それをね、与えた後、また2週間後、その、ね、軽い膀胱になってるんで、それが治ってるということを、また、あれ、見てもらう検査します。ね、やっぱり毎日ね、幼なダメやな。そりゃそうですね、考えたら出てるからもう自力でもう出てくるんかなと思ったけど、やっぱりちょろちょろやからね、それがやっぱり溜まってる分がね、膀胱炎になってるので、一緒やからね、ちょっとしか出ないので、当たり前のことやのに、ポンさんもね、ちょっと出てるもんやから思ってね、ちょっとね、横着いうかね、横着じゃないけどね、やめてたところだったけど、ね、それが原因での軽い膀胱炎になってました。はい、まあ、そうやってね、言うてくださった方のね、おかげや思います。ね、これもまた、ね、勘違い、ね、一部してたから思ったりね、ポンさんの。はい。こんな感じで。あれこれ、何や、ロックになってんね。はい。サブコロちゃん、こんな感じ。かわいいでしょ、サブコロちゃん。むちゃくちゃかわいらしい顔してんぞ、この子。ね、何怒ってんやん、サブコロちゃん。なんかオス猫、サボコロちゃん、むちゃくちゃ可愛いです、この子、大きいて8割でもね、男前な猫が思います、ね、はい、スジちゃんもね、キキちゃんもね、こんな感じで今日は、ね、上の子を重視にね、こんな感じですね、はい、シュータロ君もね、元気です。はい、以上です。ミキちゃんから一言、僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。